AMD Radeon, Radeon, r a d o n は AMD 社が製造するグラフィックスプロセッシングユニットのブランド名である。日本ではローマ字読みの Radeon や Radeon をはじめとして多様な故障が用いられ、しばしば Rade と略して故障される。Radeon は ATI テクノロジーズ社のビデオチップ、レージシリーズの後継製品で当時性能面で先んじていた。 NVIDIA 社の g f o r c e シリーズの対抗製品として登場。しばらくは苦戦が続いたが、ラデオン8500で並び、そしてラデオン9700プロで一歩抜きんでた。一時は奪われたシェアを取り戻した以降も、より高速な PCI Express バスの採用や、マルチ GPU 感を実現する、クロスファイアなど、技術向上に余念がなく、同じく性能向上の目覚ましい NVIDIA の、 G-Force シリーズとは互いに抜きつぬかれつの競争を繰り広げている。対応する主なリアルタイム 3D グラフィックス API は Microsoft ドックスとオパングルだがグラフィックスコアネクスト世代のラデオンではマントルと呼ばれる AMD 独自のローレベル AP にも対応している。なお主にダードックスに最適化されているラデオンに対してオパングルに最適化された業務用と HPC 向けの AMD Fire Pro、AMD Radeon Pro、AMD Ray Da Nin s t i n c t シリーズ製品も存在する。PlayStation 4や Xbox One に搭載されている AMD APU には GCN アーキテクチャの Radeon ベース GPU が搭載されている。一方で、主に 3D グラフィックスのためのものだった。 シェーダー機能を動画再生の支援に転用する技術の開発にも注力している。マイクロソフトのダードックスビデオアクセラレーションにも対応しメディアプレイヤーソフトとの連携により高画質、高品質な DVD や DX、Windows メディアビデオなどの動画を再生する際の CPU の負担を大幅に軽減させた。ブドやアビボはこうした技術をさらに発展させたものである。カタリスト、 オメガドライバーからはにも対応している。また、ダートックス11やオパンクルに対応している製品は、AMD ストリームテクノロジーを基盤として、汎用演算用とグップグップに利用することもできる。モバイル用途には省電力技術を搭載し、消費電力を低減したモビリティラデオがある。チップセットの開発も進められており、ラデオンイグップやラデオンエクスプレスには、 ラデオンのグラフックスコアが統合されている。これらチップセットシリーズは ATI が AMD に買収されたことをきっかけに、ラデオンの名は関さなくなった。ラデオンを採用したビデオカードは多くのメーカーから販売されている。テレビチューナーを搭載し、ビデオキャプチャ機能を備えた製品がオールインワンダーである。伝統的に大手 PC メーカーへの大量供給に強く、 メーカー製 PC において幅広いシェアを築いている。主に、Apple、Asus、Dell、m a s h y NEC、Sony、Acer、Epson Direct On、Q l e d Packard、Fuji2、r e n o v o 製のデスクトップパソコン、ノートパソコンにおいて、Radeon を採用したビデオカードが搭載されている。GPU の半導体製造は、ファウンドリ企業へ発注しており、 台湾を拠点とする TSMC ヤンクが担っている。また、AMD の半導体製造部門が独立したグローベルフーンドレスにも発注しているとされる。2006年に ATI が AMD に買収された後もしばらくの間は ATI ブランドが使用されており、ラデオン製品も ATI ラデオンとして販売されていたが、2010年10月、 発表発売のレイドンド6800シリーズから ATI ブランドが廃止され AMD に統一された。デバイスドライバ及びユーティリティ群は AMD カタリストという名称で提供されている。2015年11月以降はカタリストの後継としてラデオンソフトウェアがリリースされた。Windows 10に搭載される DARDOX12 に関しては すべての GCN アーキテクチャにおいて API レベルでサポートするが、機能レベル12例を満たすのは GCN 第2世代以降となり、GCN 第1世代では機能レベル111までのサポートとなる。詳しくはお呼びを参照のこと。HD2000 シリーズ HD4000 シリーズのダードックス10.0から10.1対応のラデオンは、 カタリスト13.1から13.9を導入することで、オパングル3.3をサポートする。HD5000 シリーズ、HD6000 シリーズのダードックス11対応のラデオンは、カタリスト14.4以降を導入することで、オパングル4.4をサポートする。HD7000 シリーズ以降のダードックス12対応のラデオンは、 ラデオンソフトウェアアドレナリン18.41以降を導入することでオパングル4.6をサポートするオパングルに関しては HD4000 シリーズ以降の製品でサポートする HD4000 シリーズではオパングル1.1までのサポート HD5000 シリーズ GCN 第1世代ではオパングル1.2までのサポート GCN 第2世代以降で、オパンクル2.0をサポートするベルコンに関しては、すべての GCN アーキテクチャにおいてサポートする。ラデオンソフトウェアアドレナリン18.3、3以降に、ベルコン1.1対応ドライバーが含まれている。同一世代であれば数字が大きい方が高い性能になるように規定されている。なお、 ダードックス9対応の製品からダードックス10.0対応製品までは、製品名末尾の記号で、製品間の性能の工程を示した。性能順に、XTX、XT Pro SE、LE が標準であるが、GT や GTO などの例外的命名や、性能の逆転もある。また、デュアル GPU 製品には、X2X などもある。2005年10月5日に、 ラデオニ X1000 シリーズを発表。2007年5月14日にラデオニ HD2000 シリーズ。2008年1月23日にラデオニ HD3000 シリーズを発表。2008年6月25日にラデオニ HD4800 シリーズを発表。2009年9月23日にラデオニ HD5800 シリーズを発表。 40 n m メートルプロセスで製造されており、世界で初めてダードックス11に対応した。上位モデルの HD5870 は、全世代の HD4870 と比べ、ストリームプロセッサとテクスチャユニットを2倍搭載し、より高いクロックで動作する、新しい GDDR5 メモリの採用によって、メモリ帯域荒れに関する性能も強化されている。 またロップ数も比例して2倍に増えたことで交付荷時のパフォーマンスがさらに向上した。HD5870 のフルロード時、最大消費電力は全世代 HD4870 より増加したが、可変クロック機能を導入し、アイドル時にはコアクロック、メモリクロックともに低下させることで消費電力の低減に成功した。また、クロスファイアでのアイドル時には、 スレーブ側カードを完全に停止、シングルカードクロスファイアの HD5970 では、アイドル時に型 GPU を停止させるなど、省電力設計に気を配っている。当世代よりオパンクルに最適化した設計がなされた。全モデル3画面以上の出力を可能とする技術を搭載する。2010年12月15日に、 ラデオン HD6900 シリーズを発表。開発コードネームはカリブ海の島々に由来している。エバーグリーンと同じく40ナメートルプロセスで製造されている。ケイマンとそれ以外ではシェーダー構成が違っており、二つのアーキテクチャから成り立った世代である。ディスプラポート1.2や HDMI1.4 が搭載され、 動画再生支援も d o 3.0に対応し MPEG-4MVC-DX-X ビット形式の動画が新たにサポートされたほか MPEG-2 の対応も強化された iFinati も改良されており HD6800HD6900 シリーズではリファレンスモデルで5画面の同時出力が可能となっている HD6750 と HD6770 は、全世代 HD5750 と HD5770 のリネーム品であるが、武 o 2.2の新ファームウェア搭載により、Blu-ray 3D 対応、HDMI1.4 は R 対応となっている。省電力技術として、お搭載。なお、HD6350 は HD5450 のリネーム品となる。 2011年12月22日に HD7970 を発表。28ナノメートルプロセスで製造されており、グラフィックスコアネクストアーキテクチャ採用で、PCI Express 3.0、Ex DARDOX12、機能レベル11.1に対応した。また、消費電力指標に、熱設計消費電力ではなく、高焦点計消費電力を用いるようになった。 新設計のコアを採用した HD7790 は GCN1.1 となる。HD7750 及び HD7970 は、シャープの 4K 解像度ディスプレイ PNK321 における 3840X2160 ドットの 60Hz 映像伝送に対応するグラフィックスカードとして、AMD Fire Pro W600、W5000、 W8000、NVIDIA GeForce GTX 670、GT 680、Titan 760、NVIDIA ク u a ドロ o K600、K5000 などとともに、シャープ公式の動作検証がなされている。なお、HD7670 以下の買いモデルは、GCN ではなく旧来のベロエココアを使用したリネーム製品で、 HD7350 は HD5450 のリネーム品。HD7450 は HD6450 のリネーム品。HD7570 は HD6570 のリネーム品。HD7670 は HD6670 のリネーム品ですべて GCN 非対応となる。主に HD7XXX シリーズの OEM 版で構成されるが、新コアオランド採用の製品もある。HD8350 は HD5450 のリネーム品。HD8450 は HD6450 のリネーム品。HD8730 は HD7730 のリネーム品。HD8740 は HD7750 のリネーム品 HD リネーム品。HD8760 は HD7770GHz エディションのリネーム品。HD8770 は HD7790 のコアクロックアップ品。HD8870 は HD7870 のリネーム品。HD8950 は HD7950 の コアクロックアップ品。HD8970 は HD7970GHz エディションのリネーム品。2013年10月8日に R9、R7 シリーズを発表。開発コードネームバルキャニックアイランズは火山島に由来する。RX200 シリーズには旧世代であるサザンアイランズやシーンアイランズのリネーム製品も含まれ。また、 GCN 1.0, 1.1, 1.2の製品が混在している。実際にハワイなどバルキャニックアイランズ世代のチップが使われているのはハイエンド製品のみである。なお、r c 2 3 0は HD6450 のリネーム品で GCN 非対応となる。2015年6月16日発表。HBM に世界で初めて対応する。 カリビアンアイランズ世代のフィージーチップを搭載する。最初のフラッグシップ製品となるレイドオンが9フューリー X は2015年6月24日に発売。簡易液冷クーラーを搭載する。買いモデルとなるラデオン R9 フューリーは2015年7月某日に発売。従来同様の空冷となる。カード長6インチの小型かつ省電力モデルのラデオン R9 なのは 2015年8月27日に発売された RX300 シリーズには旧世代である c i アイラン s やバルキャニックアイランズのリネーム製品も可表以外に含まれる。また GCN1.0、1.1 GC、1.2の製品が混在している。2016年6月18日発表。プロセスルールに14ナノメートルフィンフェットを採用。 ラデオン RX400 シリーズのアーキテクチャは GCN 第4世代となる。コードネームには構成の名前が使われている。2017年7月18日発表。RX400 シリーズのマイナーチェンジ。アーキテクチャは GCN 第4世代のままだが、動作クロックが向上している。2017年8月14日発表。GCN 第5世代となり、 ダードックスの機能レベルは12-1をサポートする。RX ベガ64には空冷版と液冷板が存在する。2019年2月7日発売。コンシュマー向けとしては、初となる7ナノメートルフィンフェットプロセスで製造された、ハイエンドモデル。BR32 ビット版 OS ではドライバーがサポートされない。2019年6月10日に、 RX5700 シリーズを発表、7月7日発売、どのアーキテクチャを採用する、BR-PCI Express 4.0対応、BR32bit 版 OS ではドライバーがサポートされない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。